番出口、それから出てどっちといったような詳細なナビゲーションが出るようになっています。でこういうトータルナビゲーションの技術を生かして今タブレットとか iPad で、これはちょうど先月の9月25日に出したサービスですけども、旅行のプランができるサービスをリリースしました。ここにある例は自宅からナビホテル、途中京都の金閣寺とか二条城とか清水寺とかこういうとこ行く、これでルート検索をしますと自分だけの旅行プランがタブレットで購入できるようになります。自宅から、ホテルに行くまでになります。でさらにこの間のルートは例えばこの金閣寺から京都水族館までのルートを知りたければ、ここをタップしますと金閣寺からは金閣寺とこのようなバス停まで歩いて、そこから、京都の市営バスの205番に乗って、このバス停降りて歩いて京都市場に、自分だけの旅行プランができるものがこういうタブレットというような大きな画面を使うことによってできるようになっていました。こういうタブレット、スマートフォン、あるいは PC といったようなデバイスごとにそれぞれのユーザーが使いやすいものを作っています。でスマートフォン単体ではカーナビ、ほぼカーナビというような感じになっています。特に今まで携帯電話、道路交通法上ドライバーの方が使えなかったんですが、我々の方でこのスマートフォンホルダー、これを作りまして、何が通常のと違うかというと、かなりその車にも強力につくようになって、過信機試験など車の品質保証を保てるようなものを我々で作って、スマートフォンを車に固定すればカーナビとして動くんです。で通常のカーナビですと自分で地図データを変えなきゃいけないんですけども、我々のスマートフォンの中ではサーバーの方で自動的に地図が更新されるので、いつも地点情報が最新というものが出てくるようになりました。で特に最近リリースしたものですと、県外でも利用できる本格スマートフォンカーナビというカーナビというコースマートフォンというものをリリースしまして、まず見ていただくと分かるように、このトップ画面のデザインが車の中のデザインも非常にマッチした、こういう木目調とか本革調というようなデザインで作っております。中の案内もこういう方面看板、方面看板の中にもルートとか、こういったような 3D の交差点案内、さらには高速道路の方面看板や串刺し案内など、本格的なカーナビとほぼ同等のナビゲーションがスマートフォンでも実現されています。で特にその通信を生かしたナビゲーションということで、どんどん今機能が増えてきていますが、一番その通信があって便利なのは駐車場のこのようなバンク情報がリアルタイムです。例えばここを走っていて、この辺の駐車場が満車だというふうに走ってて思っても、ちょっと裏に入ったところのここに空車があると、そういったことがリアルタイムで分かるようになっています。あとはガソリンの価格もリアルタイムで分かりますので、ここのエネオスだと153円とか、あるいは昨日テレビで紹介された番組のお店がここにある、アドマチック天国でやったお店がここにあるとか、こういったことがアイコンを押すと分かるようになりますので、本当にユーザーの方がリアルタイムで地図上から情報を上げられるようになっていました。これが通信型のナビゲーションの特徴だと思って、どんどんこういったコンテンツを増やしています。それとこれも最近リリースしていくのですけども、学習機能付きルート検索、これ出発地から目的地まで行くときに、ナビはなるべく太い道を通そうとするんですけども、やはりいつもいきなりた道というのがありまして、そういったこのいつもの道優先ルートという機能をつけました。つまり多少細い道でもその人が2回ぐらい通った道であればちゃんと学習して次はそこを通してみる、そういったことができるようになります。つまり我々が目指すナビというのは、その人にとって最適なナビというものをどんどん学習していくというような機能を搭載しました。それから、スマートフォンで最近我々が取り組んでいるのは高い自社位置精度、基本的にスマートフォンは車の車速パルスとかは使えませんので、 GPS あるいは、スマートフォンにあるジャイロとか加速度センサーを使ってどんどん精度が上げています。特にスマートフォンの性能が上がってきましたので、我々は最近 GPS の軌道をきちんと端末でも計算して、こういうふうなビルに当たったマルチパスの影響とかを排除しながら正確な位置を計算できるようになりました。従来は求めたルートに対してマッチングしていたのを、最近は端末側にダウンロードして地図とマッチングさせて、この GPS のマルチパスの影響を排除した形で正確な位置まで計算できるようになってきています。
それと、ユーザーの その情報をシェアするという、これも通信ならではという機能ですが、これは9月4日にリリースしたサービス、ドライブコメントといいまして、走っているときにここで、何かつぶやくと、こんな感じでメッセージになります。今、青山通りを港区北の幕張メッセに到着。これ実は何もテキストで入力してません。これここのドライブコメントというボタンを押すだけで、このナビ自体はどこを走っていて、どこに向かっていて、何時に着くというのが全部計算されてますので、自動的に全部入ります。あとはこの前の緑が気持ちいいというのは、こういう簡単なボタン一つでコメントが入るようになってますので、これを、ツイッターをオンにしておけばシェアするだけでツイッターの方にすぐに投稿される。こういう形で友達と、今自分がどこにいてどんな状況かということが簡単にシェアできるようになりました。ツイッターにはこんな感じで、緑が気持ちを走ってますよというのが、投稿されます。それともう一つ、これも近日リリース予定ですけれども、何が発見したとき、例えばここは、緑の景色がいいとか、写真が撮れて綺麗だとか、海が綺麗、そういったようなこととか、あるいはここのドライブコースを走っている時に鹿を見つけたとか、キツネがいたとか、こういったような何か発見した時の喜びを地図上で共有したいという時にも、投稿できるようになっています。これ投稿しますとすぐに地図上に自分が投稿したものがリアルタイムで反映されますので、ユーザーにとっても非常に面白いということも感じられると思います。それからスマートフォンになりますとだいぶ画面が大きくなりましたので、渋滞情報、高速もかなり精細になります。今まではサービスエリア、ジャンクションが表現されていなかったのが、このように表現されて、どのジャンクションとどのサービスエリア間がどれぐらい渋滞しているのかというのが、かなり詳細になっています。でこれを日本全国フルスクロールできるようになりましたので、こういうふうに画面を、今パラパラしてますが、もっとスムーズに、スクロールして日本中の渋滞情報が画面上で見えるようになります。これも近日リリース予定です。でもう一つ近日リリース予定で、これもあそこに実機があるので後で試していただきたいんですが、スマートフォンにはここに近接センサーというのがありますので、ここに手をかざすと、アクションを起こすことができます。でこんな感じでアクションを起こすと、ここにすぐにこの音声認識ができます。でこれに対して自宅でやりますと、自宅へ帰るルートがすぐ出てくる。つまりスマートフォンを一個も触らないで、すべて音声だけで、音声と手の操作だけでできる。これもスマートフォンならではと思っています。これは自宅でだけではなくて、拡大、縮小とか、あるいはフリーワードでの入力もできるようになっていますので、ぜひあちらでお試しいただければと思います。これも近日サービスとしてリリースします。それからナビタイムの活動としては、企業活動をどんどん支援していくということで、こういう法人の交通指定さんとか動態管理というソリューションを提供しています。こういうパソコンとスマートフォンだけあれば、その会社の車がどこにあるか、そしてどこに行ったらいいかということを簡単に指示できます。例えばこの例ですと、この会社の車を持っていまして、この人に対して今日はここに行ってほしいということを簡単にドラッグアンドドラッグして、でここで場所を決めたら、あとはここで送信というボタンを押すと、その人の車のスマートフォンの方に行き先がこのようになります。であとはここでナビというボタンを押せば、そのスマートフォンの端末がナビになりますので、指示された人は迷わず配送先をきちんと回れる。特別なハードウェアなくても、スマートフォンとパソコンだけあれば、このような動態管理システムというものができるので、非常に安くできていると思います。でスマートフォン側の方でも、今作業中、食事中、業務内といったことをステータス管理をして、でこのパソコン側の管理者の方では、自分の車、会社の車が今どこにいて、誰が何をしてほしいと、ナビ太郎さんは作業中ということができます。なのでこの、今業務外の人に対して、次にこちらに行ってくださいといったこともパソコン側から簡単に指示できるようになりました。これもそちらの方に業務が展示されます。あとは交通指定さんというのは、今日紹介したトータルナビゲーション、例えばナビタイムからこのナビ商品の時に、また会社に帰ってきてから交通指定さんをエクセルで入力する会社というのは数多くあるんですが、そんなことはしなくても、ルート計算でせっかく、運賃がここに求められていますので、このルートで行くというふうにボタンを押すだけで、会社に帰ってから何もルート計算しなくても、交通指定さんをしなくても、自動的にこのエクセルの商品の中に商品まで行ったのは、この
往復で320円というのがあります。もちろん他の品種生産から品種管理されているものも一緒に生産するようなシステムになっています。次に車メーカー向けの OEM 事業ということで、今我々車メーカー向けのいろんなソリューションをやっています。これもスマートフォンならではです。でスマートフォンというのは車とかセンサーとかと連携できるようになりましたので、例えばですね、こういう車の中に今までカーナビがこの部分に対して今タッチパネルだけを搭載すれば、あとはスマートフォンの方でナビを送ることでこのタッチパネルがカーナビになります。このタッチパネル自体は2万円とか3万円くらいで購入できるようになっているので、これに対してスマートフォンをつなげるとカーナビになるというのは、まあ、これからの車の一つの姿なんじゃないかなと思っています。でもそちら側の方に鈴木の MR ワゴンとナビでのドライブサポートを連携したものを展示しておりますので、ぜひご覧いただいていただければと思います。から、もう一つそのカーナビに向かう方向性として、まあ、今までのカーナビというのは、一つ一つ組み込みで作ったので開発コストがかかったんですが、まあ、いよいよブラウザーの方も進化してきまして、ブラウザーの HTML5 で、いよいよナビができるようになりました。そうしますと、もう端末のハードに依存することなく自由に開発ができるようになりますので、まあ、開発コストが非常に下がります。今までブラウザーの方ではパフォーマンスが良かったんですけども、ハードウェアの進化とそのブラウザーの進化で、ナビができるようになりました。そちらの方にデモしてありますので、ブラウザーでもここまでカーナビができるようになったというものを見ていただければと思います。で次に交通コンサルティング事業というものを立ち上げました。我々今までトータルナビゲーションというのは世の中にある交通機関の中で最適なルートを計算するというようなサービスを提供してきたんですが、ナビタイムの技術を使いまして公共交通そのものを最適化しようというような取り組みです。ちょっと図が大きいんですけども、今ナビタイムの方ではいろんなサービスから走行実績とか地点検索履歴とかどんどんログデータが取ってきています。でこのビッグデータを解析して観光地の中で、人の移動をもっと分析して提供したり、いろんなことに役立てていく。例えば、まあ、どんなことかといいますと、これは東京スカイツリーの絵ですけども、東京スカイツリー、こちら側の観光局の方では、まあ、この辺を観光客の方に対応してほしいというような狙いでやってるんですが、実際にはこの橋の手前まで来てみんなここで写真撮って帰っちゃう。でも人の移動はなかなかわからなかったんですが、それを、行動履歴、ナビタイムの GPS のログデータから、それをここにですね、実際にリアルの看板を立てて、もっとこっちに行けばこういうものがありますよというのを立てると、実際にこちら側まで観光客を誘導できるというのが、観光地での人の誘導にも役に立つようなことができます。もう一つは検索履歴、ナビタイムの目的地の検索履歴を使いまして、どこにこの例ですと自転車を作ったり、例えば大宮駅周辺でナビタイムの自転車ナビを使った人が、どこを目的地しているかというと、1位が大宮駅1488回、2位が埼玉新宿東京、意外と駅が自転車で目的地多いんですけども、まあ、こういった駅にこれぐらいのボリュームの駅の自転車置き場を作れば、自転車が放置自転車がなくなると、まあ、そういったような形で、検索履歴も使われるようになっています。一番これから力を入れていきますのが、公共交通そのものを最適化していこうというこの部分なんですけども、まあ、現状、まあ、いろんなこういう電車の会社とかバス会社、フェリー会社というものがありまして、まあ、主にこういった会社というのは各会社同士コミュニケーションを取らないので、割と独自のバス停の位置とか発着時刻を決めてるんですけども、まあ、ナビタイムの方でその地域全体のトータルナビをやりまして、どこで待ち時間が多いのか、このフェリーももうちょっと発着時間を変えればここで待ち時間が少なくなるとか、バス停の位置をもうちょっとこっちに変えればバスの乗り遅れがないとか、まあ、そういったことを全て経路探索に求めまして、バス停の位置や発着時間、そういったものをどんどんその鉄道会社、バス会社に提案をして、その地域全体の活性化をしていく、まあ、これがこれから始めている公共交通の、まあ、今実際広島県の方でこういった、プロジェクトを進めまして、来年の3月には結果が出るということで今推進を進めています。はい、
今以上のように我々スマートフォンを活かしてこれをいろんな機器車とかあるいは履歴から公共交通の最適化などを行っています。